アレクサンドル・ベリアーエフ、アレクサンドル・ロマノビチ・ベリアーエフは、ロシアの SF 小説家。ロシア発の専業 SF 作家であり、ソ連のベルヌと呼ばれる。1884年、ロシア西部スモーレンスク市に、司祭の息子として生まれる。幼い頃小屋の屋根から飛び降りて、背骨を痛めたという伝説があるが、真偽の程は確かではない。11歳の時に、 スモレンスクの神学校に入学、1901年に卒業。1903年に法律学校に入学し、1906年に卒業。弁護士になる。1915年末には、スモレンスク新聞の編集長の地位にあったが、突然に、脊椎カリエスを発症。原因は、屋根から飛んだ時の負傷だとも、6膜円でかかった医者に、 第八椎骨を傷つけられたことだとも言われる。1916年からの6年間、首から舌の自由をなくして寝たきりであった。1921年までやるたで療養生活を送る。1922年に回復してからは、民警、幼稚園教師などの職業に就く。1923年からは、妻と共に、モスクワに上京。 郵政省に勤務する。1925年に、諸女作、ドーエル教授の首が、雑誌、探検世界に採用され、1926年には、勤めを辞めて、占領作家となった。1928年末に、モスクワからレニングラードに移り、29年末には、キエフに、31年には、プーシキン市に移った。1942年、 ナツスドイツ占領下のプーシキン種で死亡。その死の原因についても諸説ある。ナツスはその遺向を発するが、それは臨家の屋根裏に隠されていたと言われている。全身不遂の体験を生かして書かれた、ドーエル教授の首、生物を改造する科学を描いた、両性人間、発明と冒険の連作短編、ワグナー教授シリーズなど、彼の作品群は、 一般読者の人気を博した。しかし当時のソ連の体制においては、批評家から高頭無形、非科学的だとされ良い扱いは受けなかった。生涯健康にも、経済状況にも恵まれなかったが、死ぬ間際まで数多くの作品を執筆した。作品の大半は、雑誌掲載のみで、単行本としての刊行はなされていない。また、 国外の SF 作品を数多く、ロシア語に翻訳し紹介した。ベリア F エフは、その著作において、エーロムというペンネームも使用した。AB 等のリオほか、世界の SF 文学、総解説自由国民者、1984年、AB 深見談編役、ロシアソビエト SF 傑作集巻末、初期のソビエト SF、ハット ABC。 世界 SF 全集8ベリャー F 巻末解説アレクサンドルベリャー F その人と作品資料によって多少の違いがある。ありがとうございます。